はようございます。今日も御嶽連山ですね。前回御嶽っていう山に上がったんですけど、道がよく分からなくて、西ヶ岳一個西のね山は、通らずに行って降りてきちゃうっていうことをやってしまいました。なんとなくね、心残りなんで、呪祖楼のもうちょっ と、西側ですね、あ、じゃあ東側ですね、そこから上がっていきたいと思います。はい、民家の脇をね、こう田んぼの脇をこう上がっていく感じですかね。はい、あっこの池の旗のところにね、車を置いてますね。はい、では上がっていきましょう。次、ヒノキ林ですね。この植林帯を、抜けまして、ここからですね、紅葉樹林帯に入ってきます。今標高が475、480ぐらいですからね。あと100メーター足らずで稜線まで行けると思います。やっとね、この時期の山らしいね、明るい山に入ってきました。では頑張って登っていきます。はい、やっと稜線のね、縦走路のとこまで上がってきました。もう結構長い階段地獄をね、通り越して、はい、やっと稜線ですね。はい、よいしょ。はい、西ヶ岳ね、はい、見えてきましたね。1時間ちょいかな、分からん、結構早めに登ってきましたけどね、そこそこ雪あるよね。はい、西ヶ岳です。ここは山頂高くてないやったっけね。はい、ではドッチ。はい、で、割と調べてますね。また来てな、また来てな、ハート。はい、さすが間違いですね。よう見えてます。うはい、西ヶ岳で飯食いまして、1時10分15分ぐらいですかね。はい、悩みどころですね。とりあえず来た道ピストンじゃなくて、この間この暗部から下降りた道があるんで、あの前山っていうのはその下ぐらいから降りれるんやけどね、そこに行きたいんですけど、ちょっと御嶽まで行く時間はないのかなと思いますんで、はい、この後ねこれをね下っていきたいと思います。まあね、もっと朝早く来いよっていう話ですね。はい、じゃあね、またね、縦走コースはね次回ということでね、今日はこれぐらいで、はい、下降りていきたいと思います。とりあえずね、この間行った道に繋いでおきましょう。はい、西ヶ岳からね降りてきました。はい、もうこの間のね、あの合流点までね、すぐですね。もう1時半過ぎたよね。さすがにもうちょっと御嶽行かれへんな。
さあそこまで行ってタッチ電ついてからどうするかですね。あの洞窟へ降りるあの暗い道をガッと降りるか、この道戻ってくるか、はい、またね考えながらやらなきゃいけませんけどね。この重装路もね悪くないよね、はい。まあこのように非常に気持ちいい場所もありますんでね、滝連山ね侮るべからずですね。よいしょ、はい、クリカラの方へね降りていく分岐ですね。このところまで来ましたね、戻ってきました。さあテシアン六歩ですね、降りるかまっすぐもと来た道ピストンで戻るかと、降りたら舗装道路歩かなきゃいけませんし、この激下りです。向こう行った上り返しがあって、さらにあの階段地獄です。さあどうするということですね。はい、ではこの次、はい、ここに 2,3 枚写真入れた後見てもらったらどっちを選んだか分かるようになってますんでね。はい、じゃあ楽しみにしてください。結局ね20分ぐらいね舗装路を歩かなきゃいけないっていうのがね嫌で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 嫌すぎてね、結局本日2回目の西ヶ岳戻ってきました。また来たで、ということでね、ちょっと一瞬だけ休憩してね、この雪の道をね降りていきたいと思います。階段がね始まりました。この階段結構長いよ、ね、横のとこ一気に登ってきたね、延々下まで続いてますね、何が怖いってね、この中途半端に雪が積もってるのが一番怖いんだよね、よいしょ、滑りそう、雪がなくて落ち葉がある程度あれだね、少なければグッグイって一気に、ね、飛ぶように見えるんだけど、今日はそういかんね、気をつけて行ってきます。まだまだ続いてますね。はい、栗からの方へのね、下りですね。向こう行ったら何、社とかいうとこ行くみたいですけど、道がまともにあるようには見えないですね。はい、ここからもまた延々階段を降りていく感じになります。よいしょ、30分もかからんね、ずっと階段です。はい、では降りていきましょう。もうね出てきましたね。こんななんか苔むしたら大丈夫なんていうようなね橋をね、これ3回目かな、3個ぐらい渡るんですね。人が作ったものなんて信用できないんですけど、それはそれとして、ここで植林も終わり、あとは、舗装道路までちょろっと降りてっていう感じですかね。なかなか
この山ね、縦走路最後、ほんま階段地獄なんでね、行きも帰りも階段なんで、はい、心して行ってください。はい、それじゃあもうちょっとね、帰って最後ね、車の近くまで行ったら、エンディング撮りたいと思います。じゃあね。